では続きます。遠山景元の本当の話をこれからやっていきたいと思います。遠山景元という人は1793年に旗本の遠山家に生まれました。で、当時の遠山家っていうのはね、実は複雑な家庭の事情を抱えてたんですよ。どういうことかというと、はい、遠山景元ですね。景元の父親は影光と言います。遠山影光と言いまして、この人長崎奉行から勘定奉行にまで出世した有能な人です。で、この人はこの人の息子なんですが、実はこの影光という人が遠山家に養子に入ったんです。つまりこの遠山家には後継ぎの子供はいなかった。そこでよその家から遠山影光、よその家から影光が養子に入ったんです。ところがね、その遠山家は影道を養子として迎えた後に、こうですね、でこっちは養子なんですけども、本当の実子が生まれちゃったんです。影義という人が生まれちゃったんですね。ということは、本来この影義という人が実子で、影道は養子やから、本来であれば影義が生まれた段階で影道という人は出番がなくなるはずなんですが、遠山家がね、遠山家は実子の影義よりも影道の方を選んだんですね。つまり宗書養子として迎えた影道を正式な跡継ぎにしようと思ったんです。つまり、まあ影道が一番目ですね。そうすると影道は思いました。自分に息子が生まれたとしても、本来の相続人である影義、この人を自分の養子にして、こうですね、つまり本来のこうですね、この影義という人を、こっちの方がいいですね、影義という人を自分の養子にしようと思います。ところが、この影義という人を養子にする正確に届け出る前に影元が生まれちゃったんですよ。また話がややこしくなる。で、影道は思いました。この影元をそのまま、影元の出世を明かしてしまうと影義を養子にできなくなってしまう。そこで影元の出世届を実は1年半も遅らせてるんです。で、その間に影義を養子にして、で影元の出世届を出したということをやってたんですね。で、こうした複雑な事情があったので、やがて影元が青年期を迎えて金四郎、これ金四郎っていうのは影元の通称です。影元は通称を名乗ったんですね。若い頃に金四郎を名乗りました。金四郎を名乗った影元は、この影義に後を継がせるには実子の俺がここにいたらまずいと思って家を飛び出したという説があります。で、飛び出して宝刀無頼の死を送ったと言われているんですね。で、この時に影元こと金四郎が入れ墨を入れたということらしいです。で、影元が入れ墨を入れたというのはどうやら本当のようなんですけども、じゃあその入れ墨というのは桜吹雪だったのかということに関しては、実はよく分かっていません。本当に桜吹雪だったのか、あるいは一説にはですね、女性の生首の姿が描いてあったという説もあります。で、現実にその女性の生首の姿を描いてテレビ時代劇にした話もあります。まあ、現実の実際のところはよく分かっていません。まあ、そうこうしているうちに、実は影義で、影道が生きて隠居する前にこの影義が亡くなっちゃったんですよ。影義が死んでしまった。こうなるともう後取りは影元しかいない。そこで影元は屋敷に呼び戻されて、正式に後継ぎになって家督を継ぐことになったんですね。でもね、ここで影元は一つの大きなプラスがありました。何かというと、
影本、まあ、金四郎です。金四郎は若い頃に町に出て放蕩ぐらいの生活を送ったということは、青年期での町中での生活があったということです。でこれは何を意味するかというと、世の中の生きたさまざまな動きというのを金四郎こと影本は実地研修を行ったということですね。要するに世情を知ったんですよ、金四郎は。世情を知った聞くことによって、影本は江戸の庶民の暮らしぶり、あるいは考えていることとかよく分かるようになりました。で、この頃の生きた経験が後の影本に